おはピース。どうも、ハッピースマンです。ありがとうございます。なぜハッピースマンがダンスソング、歌だけじゃなくてダンスを取り入れたのか。なぜかというと、うちのチビハッピースマンがいるんですけども、ちょっと音楽を流したところ、勝手に踊ってたんですよ。あれ？その時に、自然と体を動かしてるってことは、歌だけじゃなくてダンスってすごい魅力があるんだなってハッピースマンはそうやって感じたんですよ。だからこそそのダンスを取り入れて、で今こういう時期ですけれども、またそういう動画とか見ていただいたりとかして、何か家で楽しんでもらえたら嬉しいなと、いや嬉しいなと思いまして、ね、ダンスソングということでダンスのお願いをしようと思いました。そのダンスソングを福井県内全ての子ども園、小学校、中学校、高校、そして児童養護施設に届けて、みんなに楽しんでもらいたいなと、それを無料で贈呈して、すごく楽しんでもらいたい、何か伝えたいなと思っています。だから、たくさんの人に聞いてもらって、踊ってもらって、そして笑顔を1回でも1秒でも増やしてほしいなと思って、作ってお願いしていこうと思います。